こんなふうにねサラミさん今流れてますからねアプリでね <noise> はいよろしくお願いします はい、えー、時刻は11時30分を回りました今週も中野守のラジオ雑談カフェをお届けしていこうと思います mc は中野守です今週もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします、えー、沖縄はですね、えー、なんかダムの貯水率が上がっている99.6%すごいですね雨たくさん降りましたからね沖縄ねはいそんなあ早速コメントをいただいているこの私の中野守のラジオ雑談カフェはですね沖縄の ギノワンですね FM ギノ野ンというラジオ局から今日も元気にお届けをしております。海が見えるとっても綺麗なスタジオです。この後12時までの番組ですので、どうぞごゆっくりリラックスしてお付き合いください。えー、ツイキャスというアプリでご覧いただいている方もたくさんいらっしゃると思いますそちらではコメントも、ね、あのお待ちしておりますので、ぜひコメントをお寄せいただきまして、えー、そちらで、ねえー、雑談を繰り広げながら、皆さんのコメントと私も雑談をしながら楽しんでいきたいという,ふうに思っていますが、えー、今日はですね、あのー とっても素敵なゲストをお迎えしております皆さんにご紹介させていただきたいんですけれども、えー、ウェディングのですねあの司会のお仕事をしていらっしゃいます MC ファクトリーの実光紀子さんです実光さんこんにちはこんにちはどうぞよろしくお願いいたします,しいしますはいどうも今日はどうぞよろしくお願いいたしますね、実、え、光、ー、さんはウェディングの司会をもう長くやっていらっしゃいますよねねどのぐらいやっていらっしゃいましたっけ 高校時代からですので、30年で2000組担当しております。うん、あ、もう2000組やったんですか <laughs> すごいなあそうですか、えー。そんな2000組のウェディングの司会のキャリアをお持ちの、サネミツのりこさんが今日お招きしてますが、MC ファクトリーというね、会社で、まさに、まあ、MC ですね。MC の、まあ、工場ですね。ファクトリーだとね。はい。 そんな、あところから今日お越しいただいてるんですが。さあ、サネミスさん、早速ですが、聞いていただいてる皆さんに簡単に自己紹介お願いしてもいいでしょうかね。簡単で結構です。よろしいですかね。皆さん、あの、ぜひご注目いただきたいです。ウェディング司会者。ね。ウェディング司会業のサネミスさんの自己紹介です。それではどうぞよろしくお願いいたします。あれ固まってるかなこれもしかして。サネミスさんの動画これ固まってますね、明らかに。今ちょっと自己紹介に行ってもらおうと思ったんですが、ちょっと問題ありみたいですね。さっきから実はですね、Wi-Fi 環境に心配があったんです。 打ち合わせの最中もね、二度ほど固まってしまったんで、今日ちょっと心配してたんですが、サネミツさんのじゃあ自己紹介はですね、ちょっと後回しにさせていただいてですね、あのー、サネミツさんは今おっしゃっていただいたように、30年間で2000組のウェディングの司会をしていらしたんですが、今日ぜひ皆さんと一緒にですね、聞いていきたいのは今日は、You はどうしてその仕事をということでお届けをしていますので、えー、まさにですね、あのー、どうしてウェディングの司会のお仕事を始めたんですかと。 いうようなことをですね、あの皆さんと一緒に聞いていきたいなというふうに思ってるんです。皆さんも興味持っていただけたら嬉しいなと思うんですが、サナミさんにはちゃんとですね、強いその理由があるんですよね。ウェディングになぜそんなに30年もの間情熱を燃やしていらしたんでしょうかということであります。でですね、えー、そんなサナミさんなんですが、やっぱコロナの間はウェディングのね、機会が減ってしまって大変ご苦労されているんですよね。 えね、コロナっていろんなもののなんかこう流れや歴史を変えてきてしまったんでしょうね。結婚式って人が集まる場だったので、当時はもうご法度のような感じだったんですよね。そこでのご苦労を経て、今はですね、ウェディングの司会のみならず、えー、話し方の教室ね、もっと伝わる話し方の教室なんかもやっていきたい。 これまでのお仕事の経験を生かしてですね、そんなこともあの視野に入れてらっしゃるサネミツさんでいらっしゃいます。それじゃですね、サネミツさんが、えー、戻ってくるまでの間に、一旦ちょっとコマーシャルに皆さんをご案内して、コマーシャルの間にどうか復旧しておりますように、お戻りいただいたらまた続きをご覧いただきたいと思います。それでは一旦コマーシャルにどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとう。あ、帰ってきた。 浅さん大丈夫ですかあ大丈夫、今コマーシャル中です、大丈夫です。すみません。うん、私のね、フェイスブックの配信もなんかトラブってますね、これ何なんだろうね。あ、いったいった、大丈夫だね。はいも、うさブみさん、今自己紹介振ろうかなと思ったらサニさんが瞬きをしてなかったんですよね。固まってるでしょ、これと思って、はいはい、戻ったらすぐやりましょう。はいうん、はい、お願いします。 はい。よろしくお願いします。はい、はい。 はい、お送りしております。この番組、中野守のラジオ雑談カフェと申します、えー。お相手は中野守です。どうぞよろしくお願いします。12時までの番組、FM 技能案からお届けをしています。さて、えー、改めてのご紹介ですが、今日のゲストは、MC ファクトリーの佐根光典子さんです。佐根光さん、改めまして、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。 えー、これまでですね、なんとお、2000組の披露宴の司会をしてこられたサネミスさんなんですが、まあ近年はね、コロナとかいろいろあって激動だったというふうに思いますが、そんなことが入るのか入らないのか、まずサネミスさんにですね、えー、お聞きいただいている皆さんにちょっと簡単に自己紹介をお願いしたいと思いますが、お願いしてもよろしいですかあれサネミスさん自己紹介と相性が悪いですね、今日の Wi-Fi は。 固まりましたね。自己紹介なしでいきましょうかね。はい。サネミスさんね、なんとか自己紹介してもらおうと思うと必ず固まるっていうね、ちょっと残念な結果になってますが。はい。えっ、ー、とですね、あのー、サネミスさんはですね、さっきも申し上げたように30年で2000組、うん の披露宴をこれまでやってらしたんですけれども、後でですね、これ時間がもし間に合わなくなっちゃうといけないです。少しだけ私から情報ね、本当はご本人の口からおっしゃっていただくのがいいんですが、なんか今日ね、調子が悪いので、えー、私の方からも補足としてね、ちょっと先にあのお話をさせていただきたいなと思うんですけれども、サミュさんですね、あのー、ご両親からとってもこう期待を背負って生きてこられたところがあってですね、なので、あのー、もうその過度な期待が、 お子さんでいらしたさなみつさんに結構プレッシャーなところもあって、えー、もう家を離れたくなってしまってですね。あの、若き日に。<laughs> その時に役者になると言ってね。私、俳優になるわって言って、えー、突然宣言をしてお家を飛び出したっていうね、経験をお持ちなんですよね。だけど、あの、俳優さんには全く、あの、なることができず、その時に、こう、ある方のおすすめで司会者を始めてるんですよね。 ま、ここまでだとね、よくありそうな話なんですけれども、えー、サヌミさんのすごくいいところはですね、その、披露宴ね、の司会になるまでのプロセスがですね、最初は誘われたからっていうだけのことなんですけれども、なんかこうね、こうご実家に帰りにくくなっちゃったらしいんですよね。それは、あの、俳優になるからっていう条件で、あの、実家を飛び出したのになってないからです。サヌミさん、おかえりなさい。<laughs> 申し訳いすみません、サなミさんが終わりのは全くなくて、これ、Wi−Fi のなんかの,、ね、あの接触の相性だと思いますんで、すみません、せっかくご出演いただいているのに申し訳ない。あのね、僕、すごく怖いんですけど、サなミさんに、ね、自己紹介をお願いしようと思うと止まるんです。<laughs> 何なんでしょうね、これ、w i フ f i と自己紹介の相性なんでしょうかね、これね。もう一回ちょっとやってみましょうか。はい。じゃあ、自己紹介を簡単に皆さんにどうぞよろしくお願いします。はい 岡山生まれ、大阪育ち。結構関西キャラなんですけれどもね。はい、現在は、えー、鉄腕アトムと同じ、埼玉県の新座市民です。ああ。ありがとうございます。はい、鉄腕アトムと同じはい。鉄腕アトムは新座市民なんです。鉄腕アトムって市民権持ってるんですか日本の。はい。へ<ー>まあいいか。今日、鉄腕アトムの話で5分使っちゃうのもったいんですからね。3分使っちゃうのもったいんですから。<laughs> はい。サルミさん、今ね、サルミさんが、あの、いらっしゃらない間に、 <laughs> 変な話ですけどね、ゲストがいらっしゃらない間って、なんかあれですけど、すいません。いらっしゃらない間に、サネミスさんが、あのー、ご実家を離れる、ことになった理由とか、えー、その後の話をしようかなと思ったら、今自己紹介できるように戻っていらしたので、そんな話をしたんですけど、ちょ最初から伺っていこうと思いますが、2000、うん、組もの披露宴の司会をなさるようになったサネミスさんは、えー、なぜまた、あれなんでしたっけ

あの朗読のコンテストに出場すると必ず賞をいただけたりしたんです。ううん、うん私、司会者になろうって決断しました。なるほど、なるほど。うん、で、はい、その俳優さんになろうとして、親戚一同さんが大騒ぎになって、お家を出られたプロセスみたいなことを今、僕は話してたんです。はい。うんうん。なんかご、ご両親に内緒のほら、なんか。ああ、そうだそうだ。どうしてお辞めになったんでしたか、そんないい働き口を。 あの5年後、10年後、ここにいても幸せじゃないなって思ったんです興味深いですね。な,なぜそんなあの愛情を受けて、ご両親のもとで育ちながら幸せになれないと思ったの、はどうしてでしたっけああのまずデスクワークが全くできなかったんですね。ああ、仕事の方ですね。はいはい。2>, そうですね、で2時間の通勤時間、うん、8時間の拘束時間、うん、それが私のとっても辛かったです。 ですね、ああ自由、その自由から言うと、そのお父様、お母様、すごくあの娘さんでいらっしゃる、サネミさんにすごく期待をしていらっしゃったって話を前してたじゃないですかそうですね,ねえねえねえ、<の>それんの話を今、僕、でししてました<の> <laughs> はいあのものすごく愛情をかけて育ててもらって、ね、母はあのもの小学校で教員だったんで、期待が大きかったんですね、<ー>娘に。 思うるさかった、ですうるさかったなるほどね、それはもううるさかったって今おっしゃるぐらいなんで、当時の実さんにとっては、そのご両親の過度な期待といは、どんなもんだったんですかね、うん、やっぱりあの常にリーダーであることを望まれると、ねうん、うん、うんうんうん、どんなふうに受け止めてたんですか、その期待を。そうですねあのー 例えばクラスイ員に必ずなるとか、そういうことですねう。うん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 、それはどんなふうに受け止めていたんですか、ご本人としては。過度な期待を。そうですね、あの気持ちの部分で。気持ちの部分で。期待に応えていられた時期もあったんですが、だんだん自分はあのリーダータイプではないなって思ったんです。なるほどね。うん でもその大勢でも嫌だというので、うん、そういうとこ葉だったので、うん、あの親の,答えあの期待がすごくつら、えー、かったですね。つらかったんですね。なるほど、うん、なるほど、はい。コメントの、ね、<っ>中にも嫌だったんではないんですかなんていうふうに、ね、<っ>高保さんって方からコメントいただいてますよ。そんな、ね、嫌だったというか、まあ、ちょっと期待がプレッシャーでもあったっていうことなんでしょうかね当時はですね。 あのピアノがブームだったので、私もピアノを習いました。ああ,あ,あ、たくさんいましたもんね、私も。いとこのお姉ちゃんたちは、うんえー、大人になってからピアノの先生や幼稚園の先生になりました。うん、でも、ピアノの,せあの才能が全くなくて、うん、でも親は誰も持ってないような立派なピアノをローンで買ってくれました。<laughs> いいお母さんじゃないですかね。 そう,そうですね成人式の時のフリソでの振り袖もですねカタログの表紙になるような振り袖を買ってもらいました。いや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 大事だったんですね娘さんのことがでもまあちょっとね期待もちょっとずしっとくる場面もあったしお仕事も通勤も長いし事務仕事だしそして、えー、あれですかね、えー、ちょっと環境変えていこうっていうようなことになったんでしたっけそうですね あの、親に内緒で金融機関を辞めました。翌日、金石中大騒ぎ。なるほど,るほど。お母さん殺して出て行きなさい、行くんだったらって、ね。ど、どこへですか東京です。ああ、金融機関辞めたところまでしかまだ皆さんに伝わってないと思いますが、お家を出たということですね。 はい、固まりましたね。どうも大事なとこに行くと今日固まりますね。これ、このままにしとくと終わらないので、私ちょっと進めとくとですね、これ多分ですね、俳優さんになろうというふうに思って、まあ、思ってっていうか、どうもですね、まあ、とりあえず、この環境を変えなきゃということで、俳優になるのでって言って、あの、お家を出てるはずなんですよね。で、実際に演劇の活動していらしたはずなんです。 ですが、その演劇の中で、さっきちょっとね、ここで、あの皆さんね、すいませんね、話が前後するばっかりで繋がるんですけれども、え俳優業をしていく中でですね、司会業のやりがいを見つけていくんですよね。そしたら、あの司会のお仕事を、じゃあここでやってみたらどうってお勧めいただいて、え今に至るっていうところに、え今戻ってきたらお話をつなげていきたいなというふうに思うんですけれども、なかなかこれインターネットの難しいところですね。原因が究明できない。 なぜか落ちていく。<laughs> はい。その間を私 MC として一生懸命あの埋めていこうというふうに思ってますが、えー、それで司会をね、お始めになってから、えー、なんかちょっとね、えー、私を殺していきなさいとまでお母さんに言われて、それでも出ていったサネミツさんですから、えー、お家に戻ることにものすごくやっぱ最初は抵抗があったんですよね。何か用事があってご実家に帰るのがっていうことですよ。 その時に大変な大きな抵抗があるんですが、もう嫌だな、嫌だなと思いながらお家に帰ったら、意外や意外な反応があるわけです。大騒ぎをされた親戚の皆さんから、え、それから、え、お母様ですね。お母様たちから、なんかこう、すごく非難をされるんじゃないか。自分は期待を裏切って家を出て行ったんだから、そういうなんかね、辛い扱いを受けるんじゃないか。 そんなふうに思っていたのに、全然そうではない反応があって、それが今のサネミツさんにすごく大きな影響を与えています。さあ、お戻りになっていらっしゃるといいんですが、その時サネミツさんにご親戚やお母さんがどんな言葉をかけて、サネミツさんがそれをどう受け止められたじゃあなんでそれがね その後も披露宴の司会をそんな頑張ることにつながったのか。この辺はですね、今日は、ユウはどうしてそのお仕事をということでお伝えをしようと思ってお招きをしてるんですが、えー、すごくいいお話なんで私自信を持ってゲストでお招きしてるんですが、どうしても勝てない電波の壁。これはですね、<laughs> Wi-Fi で自動的に落ちていってしまってるんで、今私一人でベラベラ喋っていて、本当はご本人の口からね、お話をしていただいた方がいい部分をただ含んでるんですが、時間の関係で今一生懸命こんな風にしてつないでいる。 つないでいると、ですね中にはいいこともありまして、こうして佐奈光さんが戻ってきてくださるなんてこともあるのが、私を今、支えてくれている部分なんです。今僕です、ね、僕、佐奈光さんが、あのー、ねそ,そうしてね、ねお母さんを殺して出ていきなさいまで言われたのに、まあね、えー、出ていく決心をされ、そして、そこから行きましょうか、ではい、で出ていかれて、まず出て行った先で、どんなことから始めましたっけ、もうお仕事もやめてますもんね。うん、母は 私はこの人出てきなさいと言いながら、うんはい、やっぱり東京を出ていくには勇気が言いました。私、またも立ってました。はい、そうすると母はこう言ったんです。はい、行くんならさっさと行きなさい。結局、背中を押したのは母でしたあ。素晴らしいお母さんですねうん。で、行った先で何をされたんでしたっけ、はい、で、シェイクスピアの劇団に入りました。うんでも女性はそんないらないんだよ。私はお芝居の才能がそんなにはありませんでした。ああ<ー>、うん、そうだったんですか。なんかその才能ないなって思うようなことが いくつかあったわけですねはい、セリフはとても上手であっても、前に前に出れないんですね。ああへぇー。私が私がっていうのが苦手でした。ああ<ー>、そうですか。なるほど。だから今もあれですかね、こう、私とお話をしてると、あの、あの電波が固まって後ろに下がっていっちゃうんですかね。それ関係ないですか、あんまり。それ関係ないですね。で、その演劇の仕事をしていらしてから、どうして今の司会業になるんでしたっけ、はい、さっきもちょっとおっしゃさ、うん、はい どうも私は演劇向いてないなって思いました。うん,うん。がいけないなって思いました。そのときにあの朗読のコンテストに出て、うん、出るたびに私は賞をいただいていたんですね。うん、はいはい、うん。それで、そうだ、私放送部だったんだ、司会者になんだろうって思いました、うん。うーん、そうだ、放送部でもいらしたからね、なんかつながるところもあったんでしょうね。それで司会を始めるじゃないですか。はい、ねで司会を始め でえー、ちょっとね、期待してくれていたのに、まあ、最後はさっさと行きなさいって言って背中を押してくれたけど、ご実家に、なんかあの帰るタイミングがありましたよねそうですね、そのうんのお話をぜひ。はいちょっとお見合いの話があったたりしたんですねおー、そういうことでしたか。はい、はい、はい、うん、であの、おばが熱心だから、まあ会うだけ会いなさいよって分かりました。ところであんた、今何の仕事してんのうーん 司会の仕事って、でもこんな仕事嫌がられるよねって私言ったんです。うん、そしたら、今は間髪入れず、うん、私はええと思うよって言ったんです。うーん私、その時、号泣したんですね。その号泣の訳はそうで、ね、そのことに自分でも驚いたんです。うわ、うん、と泣いたんですね。うーんその涙の訳は、はい、私の親戚の中では私は異端児でした。うん公務員とか 教員とか、ピアノの先生をしていますので、うん、いいところが親戚の、えー、あの、はい、は、まあ、ですね、それで私は異端児なので、うんうん、で、自分は、あの、母はもちろん、親戚がみ、だから認められてない存在だって思ってました。

その言葉は、じゃあ今でもね、こう伺うと出てくるということは、うね、もうずっとここにあったんですね、サミさんのねこの言葉、言うたびで私、うるっとくるんですよ。ずっとこの言葉、私を支えてくれていますし、おそらく一生私を支えてくれる言葉だと思うんですね。あ、このええと思うよが。 なるほどね。なんかいいお話ですね。これ、いいお話になると今日電波の調子が悪くなるんで、今、すごく胸がざわざわしてるんですけど、いいお話なはい、落ちないように頑張ります。<laughs> いや、頑張りようがあるのかな、まあい,いや、それでね、その、ええと思うように支えられてきた實光さんが、今、ほら、その後ね、なんと、その言葉に大きく励まされたんでしょうね、たくさんの披露宴の司会をしてらしたじゃないですか。固まってないですよね、大丈夫ですね。はい。大丈夫ですね、よかった。ねその 今日も頑張る、その理由は、ええと思うよとなんか関係がありそうですけど、なんかその辺ないんですかね。言葉そうですね。私も特技って、履歴書に人を励ますことって書いてあるんです。ああ、はい。いいですね。私は、やは,はり励まされた、肯定された、うん、褒められた。披露宴っていうのは、そういう言葉が集まるところだと思うんですね。ああ、それですね。なるほど。うんうん。 一生分のおめでとうが言われる、うん、一生分褒められる、肯定される、うん、そういうところなんだと思うんです、ね、なるほど、なるほど、そこら辺でつながってくるわけですね、確かに皆さん、はい、ね人生最大かどうかわかんないけど、指折りのその人の晴れ舞台に、その人にお祝いを通してね、励ましの言葉とか最高の言葉を用意してきますもんね皆さんねそうですねう、はいそういう言葉が集まる披露宴。 でより伝えやすいように、より受け止められるように、うん、そんな2時間半を作りたいと思っています。<ー>で、一生、うん、心に刻まれる2時間半ですね。なるほど。ここは私、もう一回、広めを経験してるんですね。うん、はい。一 <laughs> 回経験してるので、変なんですけれども。変ですね。まあいいや。はい。 100人以上の方と会って結婚したことがあるんです。ああ、そうなんですね。はい。私も結婚式したいわと思ったときには、すでに夫とぎくしゃくしていました。なるほど。はい。<laughs> でも、今やらないと一生できないわと思って、うん、あの結婚式披露宴、2か月後にセッティングしてやりました。うん、通常ですから、半年後、1年後ですね。うん、はい。なるほど。なるほど。こ、はい、<で>んな幸せな一日はありませんでした。うん、ああ、そうですか、披露宴の日が。 そうなんです。そのときは、仲間の,披露あの司会者が、リレーで司会をやってあげるわって言ってくれたんです。うん、で当時、私は土日で4本司会をしていたんですね。日、うん、常的なので、なんか準備しなかったんです、うん、も,たも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 た。うん、そしたら、司会者がもうやってやんないって言って、司会を降りてしまったあ<ら>、はい。それが挙式の数日前でした。お<う>はい。 で、私は慌てて進行表を作って、当時、ファックスを先輩に送りました。うーん。ありませんでした。うん。はい。ですが、プロの人たちが力を結集して、うん、本当にあんな幸せな一日はありませんでした。うん。改めて自分の仕事の意義を感じました。うん、なるほど。夫でも修復しました。およかった。ヒロインの力、すごいですね。そうですね。うん、なるほど。ヒロインの日はね、 あの、ええと思うよという一生心に残る言葉をくださったお母様は披露宴の日は。さねみさんに何かおっしゃったことはあるんですか?。私はですね、うんえー、夫と披露宴会場入場した時に。はい、母は立ち上がって拍手をしたそうです。はあ、嬉しかったんでしょうね。<laughs> だから、それを見て泣いたと言ってました。うん。うーん なるほど。なるほど、何かかけてくださった言葉はあるんですか？はい、はい、あるんです。うんうん、結婚してくれ、結婚式してくれてありがとうって言われました。ああ、なんかね。娘さんの方からお母さんに言いそうなセリフだけど、先にお母様がそれをおっしゃったんですね。<laughs> ねうん、素敵なお話ですね。うん、そうするとじゃあこれね。まだまだ今日はあのね。お話ししたかった。エピソードがいくつかありますが、実さんが言うはどうしてこの仕事をと私がもしお尋ねをしたらきっとあれなんでしょうね。 私の胸にずっと残ってるお母様の、いや、もしかしたら認めてくれてないんじゃないのあんな出て行き方をしたし、と思っていたら、今何の仕事をしてるのよ披露宴の司会をしてるのよ私、それすごくええと思うよって言われて号泣してしまった、その人の胸にずっと残る言葉ってあるじゃない。その言葉がみんなが集ま,集まるときに、その大事な言葉を胸に集まってくれる披露宴って素晴らしいイベントじゃない。だから私、その司会者を今日も続けるのよってなことなんでしょうね。 そ,ね、そして、その集まってくる言葉はね決してプロの皆さんが集めてくれるわけじゃないから、えーあのね、日頃、そんなスピーチ慣れしてる方じゃない方々が言葉を用意してくるからその合間合間はね今の言葉を受けてとか、えー、さっきの誰さんの言葉とつなげてとかっていうことが司会者のね根さんの特に披露宴でね本当に人生最高に幸せでしたっておっしゃる佐根美さんがその言葉を紡いでいってくださるからこそ多くの方がね、えー、喜ぶ披露宴が。 できるのかなっていうふうに思いました。なんかあのお話も僕すごく好きで、30年前のね広いの方も今だにおはがきをくださるなんていうじゃないですか。そうなんです。ね年賀状結構届くんですよ。うん素晴らしいですね。今日はですね、結婚しましたごめんなさいっていうのも来ます。ああまあまあ時の流れの中ではあるでしょうね。はい。はい。でもそんなこともね、あのたった10時間一緒に過ごした日あの司会者にねあの 知らせてくださるのはありりががたたいいいなと思いますすああでねっという間のお時間でしたが、中野守のラジオ雑談カフェ、今日はですは、ね、この辺でお時間が来てしまいました。ちょっと電波の状況で残念なところもいっぱいあったので、実光さんにはまたお越しいただきたいと思います。ぜひ12時からこのあ、ま、と引き続きの浅野さんと立石さんの A ステージもお楽しみください。中野守のラジオ雑談カフェ、今日はこの辺でお別れのお時間でございます。また来週、皆さんと元気にお目にかかります。実光さん、今日はどうもありがとうございました。またぜひ続きお話にいらしてください。 ありがとうございました。はい。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。